いたくなるのさ、六九狂ヴィヴィアン企画。トビーに言われた自分のせいだとラリーも言ってた、チャンスはあったと。バックシートで寝ているうちに通り過ぎたんだと。上と下に分けられ汗の量で決まる、もがけばもがくほどいいようにやられる。馬の方が稼ぐぜ同じ家畜でも。奴らも知ってるさ、六九狂ヴィヴィアンの歌を。六九狂ヴィヴィアン企画。